裏技ファミコン大全集。どうもタブヤンです。はい、今回はイケイケ熱血ホッケー部滑って転んで大乱闘やっていきたいと思います。この作品はテクノスジャパンさん1992年の、熱血硬派クニオくんのね、クニ、今回はホッケー部みたいですね。出てきましたクニオ。もう顔を見ただけでクニオって言えますよね。今もね2015年現在も、シリーズ作品が出るほどのね人気ゲームですね。今回の裏技なんですけども、パスワードでねいきなり、最初が楽しめるというねパスワードを入手してきましたのでやってみたいと思います。シナリオモードですね。もちろんクニオくんシリーズですから対戦もあるんですけどね。その秘密のパスワード9250、めっちゃ簡単数字しかないもんね。やってみましょう。お、来た VS 大雪山ホッケー部。なんか国をすごい怪我してますけどね、絶対優勝。なんかよくわからないでね。あ、なにこれ、選べるんだ。剣道でいきましょうか。よくわからんけどコスチューム。このゲームね、あんまりやったことがないんでね。なにこれ、クニオ。あー、センターフォワードとか決めれるの。クニオ、重さとかいろいろある。キーパーは誰なんだろうな。陽一、秀樹、重さのある人でしょうね、やっぱり強しかな、ゴールキーパー。操作わからんけどやってみます。しかも一番強い敵なんでしょ、この最終だもんね。おっと、とりあえず殴ればいいのか。キーパー、キーパー、キーパー。あー、どうなった、相手にやられた。いや、強すぎるでしょ何必殺シュート、今の。あ、キーパーナイス。あー、味方秀樹ごと入れられちゃったよ。第3ピリオドまであるんだ。これ何、なんで、あれ？ A ボタンはパスなのかな？あれ？ A ボタンはパスかもしれんね。 B ボタンため打ちでシュートかな？まず第1ピリオドは操作を覚えることを頑張ろう。あー！キーパー弾いちゃったよ。お、キーパー、あ、キーパー、キーパー敵を殴ればいいんだよね。パス、あー、クニオ、センターフォワード、クニオ走れー、走れ走れ走れ。そしてね、 B ボタンでシュートでしょ。おっとっとっと、やばい。あー、やられた、やられた。戻れー、戻れ、陽一。ちょちょちょ、キーパーナイスですよ。え、 A ボタンシュートなの。キャッチされた。なんか全然全体が見えないんだけどね。
開いた開いた OK。 おおお、違うところで殴り合いしてるよ。あ、終わり。あ、タルタニ君退場。やった、チャンスチャンスチャンス。危ない危ない危ない、あれあれあれ、キーパーキーパーキーパーしか頑張ってないよ。ちょっと全然戻ってこない国の体力ゼロやし、ほんでやっぱ基本が分かってないね。ファーストピリオド終わるまで頑張りましょうか。ちょっとね、頑張りましょうか。もう試合は決まったようなもんだな、これ。どう、必殺シュートじゃないこれ。チャンス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 、チャンス、あーチャンス、あーくそ、あー1点入れたいな。あーあーあー、やばいやばい、よし、ナイスナイス。あれ A ボタンじゃないのか、わからん。 A ボタンと B ボタンの操作がわからん。あお恥ずかしいこれだって一番強いチームなんでしょこれ、多分ね。クニオくんいけ、あちょっとこれ以上やるとね、クニオファンに怒られそうなんで、今回はここまでにしたいと思います。ホッケーのね、最終戦、エンディングが見れるとかじゃなくて、最終決勝戦を戦えるということですね。おさらいしますと、パスワード、何番だったっけ ?9250 だったかな、?9250 で、大雪山高校、雪山高校ですね。うん。と戦えるという裏技でした。それでは次回の裏技でまたお会いしましょう。さよなら。1点取りたかった。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。